こんにちは。何してるんですか？どこ行くの？渋谷よく来るの？って感じで、ナンパしたはいいけど、トーク力なさすぎて撃沈してる人いませんか？はい、過去の俺ですね。ナンパに限らず、女性とのデートで会話が盛り上がらない人は、会話の内容や会話テクニック以前に、死ぬほど重要なことが抜けています。今日の動画では、何が抜けているのか、どうやったらそれが手に入るかっていう話をしますので、最後まで見ましょう。渋谷よく来るんですか？盛り上がる会話、黒げるトークの基本は何を話すかではなく何を聞くか。これまで何度も口酸っぱく言ってます。これなんでかっていうと、理由は2つあります。1つ目、自分の話ばかりする人は余裕がない。自分の話ばかりする人って、まあおもろいこと言って受けたいとか、肩書きや武勇伝話してすごい人だと思わせたいとか、つまり自分の方が相手の女性から褒められようってなってるんですよ。で、男の方が女より承認欲求が高いという状態なんですね。これモテとは真逆です。女性の方が男性から褒められたいってなってなきゃいけないでしょ。で、これちょっと考えたらまずいって分かりそうなもんですよね。例えば上司のくせに部下から褒められたいってなってるやつ、うざいじゃないですか。で、自分よりも10歳とか20歳とか下の女性に自慢ばっかしてるおっさんがキモいのはまさにそれなんですよね。ただこれ要注意で、まあそんなん大丈夫やわって人でも、ハイスペック以上相手になると急に飲まれてしまってですね、すっげえ饒舌になっちゃったりしがちなので要注意っす。はい、次、2つ目の理由、質問する側が質問される側の脳を支配できるってやつ。こっちの断然重要ですね。で、人間の脳って何か質問されると反射的にその答えを探そうとする特徴があるんですよ。質問投げられると検索状態になる。で、答えを検索してる間って心理的に隙が生じるんですね。この脳の特徴を利用してカウンセリングとか NLP のテクニック使って質問しながら深い内省に誘導していくと、子供みたいに心的なに無防備な状態にすることができるっていうのがあるんですよ。これ心理用語で年齢対抗と呼びます。で、恋愛経験豊富な大人の子を相手にするのって難しいけど、でもその子を10代前半の子供みたいな心理状態にしてしまえばこれいけるわけですよ。そうやって相手の脳をハッキングしてかかるのが NLP テクです。はい、というわけでトークにおいて質問が重要だってのは分かってくれたかと思うんですけど、相手の話を聞けばいい、質問を投げればいいと思って、まあ、一生懸命聞いても結局口説けないし会話も盛り上がらんってことは起こるわけですよ。それが冒頭に言った抜けてるものなんですね。抜けてるものとはズバリ質問の仕方です。質問の中身ではなく、その質問をすることで一体何を伝えているか、どういうメタメッセージを発しているかってやつです。例えば母親から電話かかってきて、あんたちゃんと野菜食べとるんか、お菓子ばっか食べとるんちゃうかとか聞かれたりするじゃないですか。で、これまずうざいって思いますよね。で、これなんでうざいかっていうと、母親がこの質問しながらなんかいつまでも子供扱いしてるとか、未熟な人間として見てるとか、そういうメタメッセージが来るからうざいんですよ。このメタメッセージに反発を感じて質問を考える前にうるせえとかなって拒否するわけですよね。まあ質問が頭に入ってくる前にうざいってなる。で、ナンパや口説きの場合でもこれと同じことは起こってます。どこ行くんですか、渋谷よく来るんですかとか聞いてる時に、あなたはどんなメタメッセージを伝えてしまってるか、ビクビクおどおどした気持ちだとか、ベタベタまとわりつくようなちょっと粘着感みたいなのとか、まあ、自信ないです、余裕ありませんっていう、そういうことをメタメッセージとして発してしまってる。そのメタメッセージが女性に拒否されてるんですね。で、質問が女性の頭に入ってこないんですよ。まあ、なんかキモいものにこう来てるみたいな感じで、頭がちょっと侵食されてるみたいで、こううざいってなってこうシャットアウトするわけですよね。なんでお前にそんなの教えなきゃいかんのってなるわけですよ。いや、なくて、例えば爽やかさだとか陽気さだとか自信や余裕とか、相手がポジティブに感じるようなメタメッセージを発しなきゃいけないんですよ。どこ行くのじゃなくて、どこ行くんですかとか、渋谷よく来んのみたいな感じで、同じ内容でも全然違うじゃないですか。それによってこの質問が相手の頭に入るかどうかっていうのが大きく分かるわけですね。はい、これもうちょっと具体的に過去の動画を元にしながら見ていきます。すいません、こちら風気持ちいいですね。風、あのめちゃめちゃタイプ、めちゃめちゃ、なんて何くたつのかゆくないですか。どういうんですか。彼氏できた？日本語分かりますか？分かる。何喋んない。あ、もう引きこもりすぎてしばらく喋ってない。今日何してんの？買い物。あ、買い物してた。
あ、声ハスキー。はい、これオープンするまで質問8個投げてます。20秒以上仕方されてやっと返事来てるわけですよ。風邪気持ちいいねとか、何食ったらそんな痒くなるのとか、どこ行くんすかとか、パレチできたとか、日本語わかりますか、なんで喋んないの、引きこもりすぎてしばらく喋ってない、今日何してんのみたいなやつですね。序盤の質問は本当に意味ないんですよ。これメタメッセージ発してるだけです。これもう聞いてないです。質問投げてるんですけど、別に返事求めてないんですね。この間に例えばこっちは陽気だよとか、おもろい空気感とか、まあ、余裕とか仕方されてもグイグイ来ますせみたいなメンタル、そういうメッセージを発しながらですね、少しずつ相手の心をオープンにしようとしてるんですね。でそうやってメタメッセージ伝えながら、だんだん質問が相手の頭に入っていくわけですよ。彼氏できたくらいからですかね。そこら辺から女子の頭が答え考え出してるんですよ。まあ、口に出して答えるまでは言ってないんですけど、明らかなおは答えを、ね、検索し出している。日本語わかりますで、わかるわって実は頭の中に なり始めてる。なんで喋んないのって聞かれて、理由考え出すんですよ。なんで喋んねんだろうみたいな、答えが出てこなかったりすると話してもいいんじゃないかっていう風に思っちゃったりするんですよね。いや、そうやって質問が頭に入ってきだすと、徐々に誘導に乗せてこっちのペースに持っていけるわけですよ。この短時間で、まあ、何も考えずヘラヘラナンパしてるように見えて、実はこういうことをやってるんですね。 NLP 怖いですね。はい、というわけでまとめますと、盛り上がる会話とは何を話すかではなく、何を聞くかだと。でもう一つは、質問されると脳は自動的に答えを検索する特徴があるので、質問する側の方が相手を誘導したりコントロールしたりできるってこと。でも質問してるのに盛り上がらないのは、質問の中身以前に質問の仕方に問題があるってこと。質問しながら発してるメタメッセージがキモかったりですね、女子が拒否りたくなるようなものを出してるからってことです。じゃあどうすればいいかっつうと、メタメッセージでポジティブな空気、余裕感などを発せるようになればいい。メタメッセージが出せるようになると、どんな会話してもめっちゃ盛り上がります。そうなってから、もっと心理テクとかですね、質問の組み方だとか、まあ、より戦略的なところにいけるんでね、ぜひ皆さん、ポジティブなメタメッセージ出せるように、なってください。最後に、てかそれどうやって手に入れんちゃいって思うと思うんですけど、やっぱ一番手っ取り早いのはナンパですね。まあ、ナンパできない人は、まあ、陽気な人と絡む機会を増やすと、まあ、いいですよね。まあ、キャバクラ通うとかでもいいと思いますけど、でも金かかるんで、カラオケオフ会とか行って、まあ、陽気なノリのある歌を歌いまくって、こう場をちょっと沸かすみたいなのするといいと思います。あとうちの体験会とかでもいろんな練習メニュー紹介してるんで、まあ、覗きに来てみてください。はい、って感じでですね、質問の仕方が上手くなると思ってるだけじゃなくてですね、仕事上のコミュニケーションも上手くなるんで、まあ、質問を制すればモテでも人生でも勝てると言って過言ではない。皆さんぜひとも質問力磨いてください。わしもナンパして質問力磨くわいと思ってくれた人は、高評価コメントチャンネル登録お願いします。あともっといろいろ知りたくなったぞって人はですね、概要欄にいろいろ貼ってますんで、チェックしてみてください。